おはようございます。いつもお世話になります。松島亮でございます。ネズミ。はい。というわけで今日は新しい X のアカウントを開設したからみんなフォローしてーです。昨日の動画でね、X の運用についてこれはもうやってらんねえなということで濃いフォロワー、濃くて強い、狭いフォロワーをまあアカウントに向けて発信していくことがいいんじゃないか。もう不用意になんか面白いことを言ったり、有名人に引用リポストされて、バーってインプレッションが増える、フォロワーが増える。これってもう音楽活動に関係ない SNS の使い方になっちゃうんじゃないか。ということで、数字じゃなくて、濃さ、ね、密度でやっていこうということで、概要欄に新しい松島亮2のアカウントのリンク貼ってますんで、こちらよかったらフォローしてください。で、今のところ、しばらく何もなければ、相互フォロー。で、必ず全員フォローバックするっていう形でやっていこうと思います。で、実際に今、私の X を見てる人、まあ見たいと思ってくれてる方かな?ちょっと言うと。うん、見てもいいよ、フォローしてあげてもいいよって思ってる人が何人ぐらいいんのかっていう、ことですよ。はい。これ、多分ね、1000行くの結構かかると思うんだよな。もしかしたら数ヶ月かかるんじゃない？もしかしたら一生いかないかもね。一生600ぐらいかもね。もしかしたら。まあでもそれが、X 上の松島亮の実際の数字なわけじゃないですか。だからそれ別に増やすのが目的ではなく、薄い 何万よりも濃い600の方がいいってことですから。うん、寂しいけどね、自分のなんか人気みたいなのがある意味では可視化されてしまうわけですから怖いなって思うけど、まあまあまあ、もうそんなこと言ってはしょうがない。うん、もう売れてないから、売れてないんだよ自虐じゃなくてね、現実問題です。売れてないから、それはしょうがねえよっていうねことなんで、もしよろしければね、X やってらっしゃる方、応援してくださる方とか仲良くしてくださる方だけでいいです。興味ないけどとか誰か知らないけどっていう方は、むしろフォローしてくれない方が嬉しいっす。うん、あとだから数増やしてやろうと思って、なんか裏垢とかでいっぱいフォローするのとかもしないでほしいですね。うん、1人1個でいきましょうで、まあこれ何人、実際何人いるのかっていうのがまず分かるし、その人たちを大切にしていくということです。はい、というわけで今日は X の新しいアカウント開設したからよかったらフォローしてっていうお話でした。まあ厳密にはプロフィール見てもらったら分かるんだけど、2015年に作ったアカウントなんですよ。で、昔札幌でMV 監督やってた時にちょっと使ってたアカウントで、30人ぐらいフォロワーいたんだけど全員ブロックして、まあちゃんとブロックして解除したけど、ブロック解除もしたけど、あとポストも 2、30件ポストあったんだけど、それも全部消して、フォロワーゼロゼロの状態にして、昨日投稿しました。X で、新しいアカウント作ったからフォローしてくださいっていうねっていう感じです。はい。なんで YouTube 見てらっしゃる方で、まだ松島亮2、知らないよっていう方はぜひね、フォローしてください。はい。今日の話は8分いかねえな、これ。くそー。だけど、完璧より完成を優先する。理想的な情報の出し方、理想的な他人からの見られ方、なんてのは、コントロールできない。一生懸命やるべきだし、諦めないべきだけど、なるべく粘るべきだけど、できない。時にできないまま時間ばっかりかけるよりかは、もう60点とか50点でもいいから出すっていうねのが大事かなっていうのが最近のモットーなんですよ。だからその松島亮2のアカウントも本当はね、ちゃんと2024年8月から利用してますにしたかったから、アカウント作りたかったんだけど、なんかね、私同じメールアドレスでいっぱいアカウント作ってて、なんか昔そのツイッターでフォローリツイートでなんかそのキャップとか作ってる時とか、なんかいろんな物販やってる時にフォローリツイートしてくれた方に、プレゼントしますみたいな
ことやるたんびにアカウント作ったりとかしてて、それももうなんかメールアドレスもパスワードも何にも分かんないね。 MC 松島って検索したらたまにアカウント出てくるんだけど、 MC 松島の食べたものボットとか、 なんか MC 松島の見た映画ボットとか、 なんかそういう無数に作っててね、なんかね、あの新しいアカウント作るの多分作りづらいんだよね。イーロン・マスクが規制してんのかな。もう誰でも何でも作れるようにするよりかは、同じスマホで何個までとか、同じメールアドレスだったら何個までみたいな風になってんのかな。だからなんかね、エラーになっちゃってね、新しいアカウント作れなかったんですよ。だからまあ昔、自分のメールアドレスをこうどんどん入れたら、このメールアドレスはすでに使われておりますって言われて、このメールアドレスって何のアカウント作ったっけって分かんなかったんだけど、なんかそのうちの1個がその2015年に作ってほったらかしにしたアカウントがあったんですよね。だからそれを松島良津っていう名前に変えて、やらせてもろったということでございます。はい、本当はね、新しく作りたかったんだけど、やっぱり TikTok とかも特にそうですけど、作ってすぐバズってるものがやっぱアルゴリズムとしては優れてるものとして認識されるから、2015年からずっと何もしてなかったアカウントが突然フォロワー増えたりしても、多分ね、あんまりアルゴリズム的にはいい評価されないんですよ。作ってすぐフォロワー1000人いくみたいなアカウントのポストをおすすめしやすくなるんだけど、まあそういったあの SNS のマーケーみたいなのはあのやんないっていうことでやってるからね、もういいんです。あなたがフォローしてくれたらそれでいいんですね。うん、だからもう SNS の時代は終わりだ、終わりだ。 X は終わりね。ラランドじゃないけど、ラランドサーヤさんじゃないけどさ、まあ言ってもスレッズも終わりですけどね、似たようなもんだから。 SNS っていうのの限界がもうやっぱ来てるってことですよ。それよりも実際にやっぱり住んでる町とか、ご近所さんとに、まあ、インプレッションって何？インプレストする、ご近所さんにインプレスティングなことをするとか、ご近所さんのと何？エンカウントって遭遇みたいな意味になる？わかんないけど、ご近所さんにいいねをつける、ご近所さんからいいねをつけてもらえるっていうものだったりとか、そういうフィジカルでアナログでリアルなものの方が価値があるよっていうのを、この Google というアメリカのクソデカ大企業がやっているプラットフォームで発信していくというね、矛盾なんですけど、はい。というわけで、なんとか8分行きましたけどもね。別に8分行かなくていいんですけどね。うん。完璧よりも完成なんですけどもね。なんか行きましたんでね。この辺で、おいとまさせていただきたいと思います。概要欄に松島良津、津というのは、2の津、そしてつながりの津でございます。ね。どっちになるのかな、この、わかんないけど、津でございますから。よろしければね、応援してくれる方と仲良くしてくれる方だけで構いませんので、ぜひフォローの方お願いします。というわけで、今日は新しい X アカウント開設したからみんなフォローしてくれっていうお話でございました。よいしょ。